皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。今日はなんと東京ディズニーランドに来ております。かなり久々に来たよ。久々に来たんですけど、ものすごい人ですね。やばいね、今日ちょうど土曜日だからやばいわ。後ろはビッグサンダーマウンテン。やっぱりシンデレラ城だよね。いやー、めちゃめちゃ綺麗ですね。うん、はい、今日2日目はディズニーシーへ行きます。それでは行こう。1日目は東京ディズニーランド、2日目は東京ディズニーシーへ行ってきました。まあそれにしてもね、すごい人ですね。特に1日目のディズニーランドの方はもうものすごかったですね。まあそれにしてもね、久々に行ったんですけど、やっぱりあそこは夢の国ですね。やっぱりね、こう子供の頃は結構アトラクション、乗り物に乗りたいなって思うんですけど、こう大人になって行ってみると、こうパレードとかを見るだけでもすごく楽しいんですよね。フラッと園内をこう回りながら、まあパレード見て帰ってくる、それだけでもすごく楽しいです。で、個人的にはディズニーシーの方が好きですね。っていうのはね、やっぱり水上のショーがすごいんですよ。だからね、ぜひまだ行ったことないという方はぜひ一度行ってみてください。で、明日のセイキン TV では、今回ディズニーランド、ディズニーシーで買ってきたグッズをご紹介したいと思います。明日も見てね。またお会いしましょう。 See you next time。隠しなんてない。
This is gonna be alright.